どうも、マサルです。僕の X をね、ご覧の方はね、ご存知だと思うんですけども、私、マサルはですね、2024年2月11日にですね、暴行の被害に遭いました。内容としては顔面を15発殴られ、鼻の骨の骨折、そして顔面の打撲という内容でした。鼻の骨がくっつくまでは全治3週間、顔面の腫れが引くまでは全治2ヶ月というふうに診断されました。そして犯人の方はですね、殴られてから4週間後ぐらい無事なのかな、無事逮捕されました。はい、X でね、結構ブワーって投稿してたのに、一気にその件に関して投稿しなくなったのは、ね、相手が反社会勢力の人間だと判明したからです。これが今回の事件の概略です。で、今回あった被害の状況としまして、先ほど述べたように身体的被害に関しては鼻の骨折ぐらいなんですけども、職業から顔を出す商売なんで、殴られてからですね、1ヶ月以上まともに仕事ができない状態になり、相当な金額の被害損失を食らいました。そしてですね、YouTuber ってずっと元気みたいな感じであってほしいと思うんですけども、めちゃくちゃ精神やられましたね。はい、なんで鼻折れたぐらいでそんな精神やられてるのって皆さん思うかもしれません。まず一つ、刑事告訴をする際に被害届を出さなきゃいけないんですね。で、警察署に行くわけですよ。で、警察署に行って事情聴取を受けるわけですね。で、事情聴取を鼻折れてる状態でですよ、殴られたのが朝3時40分から4時ぐらいの間だったんで、そっからシャワー浴びて朝5時か6時ぐらいに警察署に行ったんですけども、そこで2、3時間事情聴取を受けるんですよ。で、殴られた瞬間は、鼻が折れてそうだな、最悪だな、血が止まらないなぐらいで終わってたんですけど、事情聴取受けてると、どういう感じで殴られたのかとか、すごい詳細に聞かれてくるんですよ。殴られた瞬間だったりとか、相手の挙動だったりとかって、なるべく思い出したくないことじゃないですか。それをひたすら喋らせられるっていうのがありまして、1回目の事情聴取の時は3時間ぐらいで、この鼻折られた時に鼻の動脈が切れてて、もうずっと血が止まらない状態だったんですけど、鼻血とかのレベルじゃなくて、もうドバドバ血が出るっていう、貧血でちょっとそのまま救急車に乗って、病院に行ったんですけども、事情聴取がね、合計7回かける4時間ぐらいの事情聴取を受けるわけですね。で、何回も何回もなんかフラッシュバックするような映像をずっと話させられるっていう状況で、それがまず一つ、精神的ダメージが大きかったです。で、2つ目はですね、相手が反社だと判明したことですね。最初警察署に行った時に取り調べされて、相手の名前知らないのと言われました。下の名前だけ知ってたんで、下の名前を言ったところ、10分後ですよ、それ言って10分後に警察からこいつって言って顔を出されたんですよ。名字出してない、漢字もわからない状態でこいつって出てきたんですよ。あれやばいかもなみたいな。で、この人は誰なんですかって警察の人に言うんですけど、警察の人は教えてくれないんですよ。なぜならそのこいつって言って出してるこの人にも人権があるから、この人の許可がないとこの人が反社であることを言っちゃいけないっていうのがルールとしてあるらしい。待って、警察署に行って下の名前言っただけで、だって東京だよ、東京で下の名前なんて珍しくない、結構人数いるような下の名前の人なんだけど、めっちゃいる中でこいつって10分後に出る、そんなやつやばい人に手出されてもうたみたいな、パニックですよ。で、そっからですね、3日後ぐらいにですね、本当にその人が反社会勢力に所属してる人だということが判明したんですけど、で、それまでにこの人は反社なのか反社じゃないんだろうかっていう、俺こんなツイートしてるけど大丈夫なのっていう不安のが結構精神的ダメージがやばかったっていうのが、これが2つ目。で、3つ目、これですね、相手が反社会勢力だと判明してからですね、僕はですね、両親が公務員の家庭に生まれ、小中高と公立の学校に通い、国立理系というね、本当に真面目くんしかいないようなルートを辿ってきたんで、そういう、なんて言うんだろう、反社会勢力の人っていうよりは、実際に暴力を振るったりするような人たちと関わる機会すらなかったんで、俺はどうなってしまうんだろうみたいな感じのパニックになって、いろんな人に相談するわけですよ。で、人によってはですね、鼻が折れたぐらいの被害で警察沙汰にしてたらマジで殺される可能性があるよお前みたいな、被害届取り下げた方がいいんじゃないみたいな来る人もいるし、いや、そもそもそれ考えてみろよと。相手は勘違いで俺を今回殴ってきてるんですけど、勘違いで殴ってきたのにさらに、俺に手を出すメリットがないと、これ以上何かされるっていうことはないんじゃない、理論的に考えればとか、普通に袋にされる可能性は全然あるよね、いろんなことみんながね言ってくるわけよ。で、どれも否定できないし、どれも可能性としてあり得るじゃないですか。で、可能性として捨てきれないっていうことは思考から離れなくなって、ずっと
俺後ろの人大丈夫かなとか、 今から刺される可能性あるのかなとか、大丈夫かなみたいな、変装してるけどバレないかなみたいな、ずっとそういうのを考えて24時間ですよ、24時間それをずっと考えてるっていうのが、まあこれね精神的にねきつかったですね。はい、めちゃくちゃ病みましたね。でこの3つの要因とまだまだいろんなね最悪な出来事が重なってるんですけど、まあそんなこんなでですね、もうめちゃめちゃ追い込まれたし顔面も崩されたんで、もう仕事が全くできなくなってものすごい被害損失が発生しましたし、多分ほとんどの人知らないと思うんですけど、傷害事件に遭った際の診療代って10割負担なんですよ。やばくない？普通日本人って3割負担じゃないですか。救急車呼んで CT 取って診察されて10万円取られてるんですね。で、まあ後から話すんですけど、反社の人に家バレしてるんでホテルに泊まった方がいいですよって警察の人にも言われまして、でも東京のホテル高いんですよね。1日1万5000円とか1万6000円とかね、犯人が捕まる前泊まる？え？自腹で？え？みたいなそんな状況でものすごいね被害をね被ったわけですよ。でも犯人捕まったからいいじゃん、お金返ってくるじゃんって皆さん思うでしょ。返ってきません。こっからお金が返ってくるには民事訴訟って言って、実際に弁護士を立てて、まあ、今回の被害内容をもうまたこと細かに説明してものすごい時間をかけてようやくお金が返ってきますと。だから例えばさっきの医療費10万円分をもし返してほしければ弁護士立てて民事訴訟を起こして勝訴しなければ返ってこないんですよ。しかも10万円は返ってこないわけですよ。弁護士は無料で働いてくれる人ではないですからね。弁護士は弁護士費用がこっちでかかりますし、弁護士手数料っていうのも取られますんで、10万円が報酬として入ってくるんですけど、そのうち2割とか1割とか取られますから、被害者がねものすごく損をするシステムなんですよ日本は。でまあこの規模で、水産加工場だったりとか、YouTube やってますから1ヶ月ちょい僕が動けないってなるとものすごい額の金額が損失するわけですけども、まあ、つまりですね、まあ、さっきの話した通り民事訴訟を起こしたところで今回の損害額全部取り返せるかって言ったらそういうわけでもないみたいな。ひろゆきさんとかさ飛んでるじゃん、民事訴訟飛んだりできるわけよ。相手が支払い能力なかったら俺にはその勝訴してもお金が返ってこないみたいなこともあるわけですね。まあそんな感じで被害を受けた時はですね、結構時間もお金もめちゃめちゃかかるんですね。はい、で民事訴訟しようと思っていろいろ調べたんですけど、こんなことに時間をかけるぐらいなんだったら俺はその時間を面白い動画を作ることに使いたいなと、まあ令和の虎で言ったようにこれからの動画のコンセプトはですね、地球を世界一楽しむ男ということでですね、めちゃくちゃ今企画が溜まっててこれから面白いことが始まるぞというところなんで、動画作りに専念したいなと思うんですね。そして何よりもですね、島の漁業が盛り上がることが俺の一番の力になります。ということでですね、今回イベントを開催させていただきます。ぜひ皆さん参加していただけると助かります。まあ、さっき言ったようにですね、今から元気でねちょっと頑張ってるんですけども、まあ、精神的にも肉体的にも金銭的にもかなりですね僕の元気がね減ってるんで、マサルの元気を 100% に使用キャンペーンということで、今回ジャーキーを購入していただくと元気ゲージがね動くようにサイトを構築しました。こうやって徐々にね増えていきます。これ 100% にすると1週間後の21時からライブ配信をしようと思います。ぜひみんなでお酒片手にマグロジャーキーを食べながら一緒にライブを楽しんでいただけたらなという企画になっております。この元気ゲージが 100% になりますと、島の漁業に還元できるお金の確保やスタッフの給料の支払いだったりだとか、ミニ訴訟をしなくても映像制作費というものが確保できるようになります。ご協力のほどよろしくお願いします。でもう一つですね、タイミングが被ってしまったんですけども、僕のオリジナル T シャツのクエネが書いてある T シャツがこちらなんですけども、こっちが前面でこっちが背面、この T シャツなんですけども、まあ、かなりファンの方からね再販してほしいという要望があったんで、2月中旬から販売再開しますっていうのをやろうとしてたんですけども、殴られるタイミングと被ってしまいましたんで、まあ、このタイミングで販売を再開させていただこうと思います。金額はこちら、送料は無料となっております。でこの T シャツも購入していただけるとゲージが上がっていきますんで、ぜひ 100% にしていただけたらなと思います。はい、そしてですね、まあ、動画での感謝が遅れたんですけども、1月25日にマグロジャーキー販売しまして、2万食即完させていただき本当にありがとうございました。本当に2万食皆さん購入していただいたおかげで、まあ、僕は工場の借金が6000万借金といろんな機械のリース契約をしてるんで、毎月200万円ぐらい借金だけで支払わなきゃいけないんですけども、僕が倒れて動けなくなってる間もですね、その借金200万円の支払いもなんとかね
そのおかげでできましたんで、そして、風の噂ではですね、ついに、マグロ漁師の中でですね、ついにミリオンプレイヤーが誕生し始めているぞという話も伺っております。本当に皆様の購入のおかげで私もね、なんとか倒れてもこうやって復活させていただけてますし、島の漁業もねかなり盛り上がっております。本当にご購入いただきありがとうございました。ということで皆さん、ライブ配信一緒にジャーキーを食べながらできたらいいなと思っておりますので、ぜひこのイベントね参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さて、なんでマサルが反社に殴られるんやという話ですね。多分皆さん今ね話してて一番気になってたのがそこやと思うんですよ。普通に生きてたら反社に殴られなくないって思ったじゃん。どんな生き方してるのこの人。でまずちょっとこれは皆さんに話してなかったんですけども、僕8月にですね、去年の8月に1日30時間労働みたいな激務をしておりまして、まあ、過労で倒れたんですけども、まあその時のですね、まあ、後遺症がですね、まあちょっとありまして、東京にある大きい病院ね通院しなきゃいけなくなってるんですよ実は。で倒れてからは東京に半分、島に半分いるみたいな生活が続いてたんで、東京の家っていうものが実は存在します。まあ3年以上前から仲のいい M 子さんと A 君と3人でですね、温泉旅行に行って誕生祝いしようよみたいな話をしてたわけですよ。で突然前日にですね、 M 子さんがなんか温泉旅行めんどくさいし、マサルの家でナイパしようよって提案してきたんです。まあ僕も一応 YouTuber ですから、あの派手にね飲んでたりすると噂が立つわけですよ。まあ確かに家で行こうと思って、まあということでですね、まあ、2月11日僕の誕生日祝いを2月10日から11日にかけて僕の家で、3人で鍋パで祝おうということになったわけですね。はい。でここで一つ言っとかなきゃいけないのが、 M 子さんってマサコじゃないのかと、多分こうなると思う。マサコではないです。 M 子さんは M 子さんです。本名を出すかどうか僕の中でね判断できなかったんで、 M 子さんということだけ言っておきます。でまあ3人で楽しくね、夕方6時7時ぐらいから始めて、まあワイワイやってたんですけど、夜のですね11時半ぐらいにですね、 M 子さんから友達呼んでもいい言われたんですね。え、なんでわざわざ仲いい3人で飲んでるのに友達呼ぶんやろうなって思ったんですけど、友達呼ぶのはちょっとないわ、もうちょっと言いづらいじゃないですか。でまあまあいいかって思って、で来たのが、まあ、今回傷害事件を起こした反社の B 君です。家の玄関の時点で呼び入れなかったらよかったじゃんってこれ思ったでしょ皆さん。反社の人は自分が反社だって名乗ったり、何々組のものだって言った瞬間に捕まるっていう法律があるんですよ。まあ別にすごい気さくな方で気のいい兄ちゃんみたいな感じ、まあ何歳か忘れたんですけど、僕よりちょっと年上ぐらいの感じで気のいい兄ちゃんみたいな感じで記憶してるんですけども、僕もですね倒れてからですね結構体力なくなってるんで、まあだいぶね体力的にしんどくなってきて、2時半過ぎたあたりからまあちょっと解散しましょうかっていう流れになったんですね。 M 子さんと B 君はバーに行きまして、で A 君は帰りました。で解散したのはだいたい1時ぐらいですね。でまあ僕はもう、ね、家で寝てました。でそしたらですね2時半ぐらいにですね、電話がかかってくるわけです。ずっと鳴ってるわけですよ。わー誰か携帯忘れてんな。でも別に人の携帯電話に出る必要ってあんまりなくないですか。でまあいっかと思ってほっといたんですね。そしたら1時間ぐらい経っても電話が鳴り止まないんですよ。1時間ずっと電話がかかってきてる、なんだみたいな。まあ一回見に行くかと思って、僕の家の構造がちょっと変な形で、一回別の人の居住区域があって、玄関を開けて階段を上って、でそっからリビングがあるっていう感じなんですね。でどこに携帯あるのかなって探して、鍋パ終わった後の雑多な机の上とかにあるんかなと思ったら、いやないぞと思って音の鳴る方に向かっていったら、その階段の入り口から4段目ぐらいに忘れてるんですよ。え、こんな場所に忘れることある、おかしくないみたいな。だからまあ階段の下で靴脱がなきゃいけないんですけど、そこに置き忘れるかなっていうような場所に忘れてるんですね。まあ見たらその B 君からずっと電話が来てたんで、なるほど2人でいて携帯俺ん家に忘れてしまったから持ってきてほしいみたいな連絡なのかなって思って、パッて出たら、まあ一応電話出れるじゃないですか、パスコード打ってなくても。で電話出たら、おいなんでマサルが電話出てんだよ、こっちは M 子探してんだぞって来て、でどうやら B 君に聞くと2人でバーに行ってたにもかかわらず1時間前に M 子が姿を消したと、これはやばい事件が起きてる可能性があるって言ってたんですね。でまあその電話をした時間がまあ朝3時半ぐらいで、相手もだいぶベロベロによって興奮状態やったんで、おいそこにお前今 M 子と一緒にいんだろ、お前一線越えたなと。 B
B 君が勘違いしまして、でお前んち分かってるから今からお前んとこ行くから待ってろよお前みたいな感じで言われたわけですよ。僕今のところ何にも悪いことしないですよね。ちょっと一旦バーで人見失うって何、バーで二人で飲んでって見失うって何、意味わからなくない。まあとりあえず見失ったと。で俺ん家にまで来て、でまあさっきまで気さくな方やったんで、まあ家全部見せて、ほら M 子はいないでしょって言って携帯渡して、まあ一緒に探しに行こうかぐらいで思ってたんですよ。だってまあ相手がまだ反社かどうか分かってないから、普通に一緒に探しに行こうかなと思ってたら、もう一切話が通じず15発殴られたと。で僕も結構しつこいんです。一旦俺を殴っても仕方ないから、探し行くんだったら手伝いに行くし、家にいるかもしれないと思うんだったら探してもいいし、一旦落ち着きましょうってずっと言って、無抵抗のまま殴られ続ける、ただ説得をするってやってしまったがために、まあ15発も殴られたんですけど、で殴りつかれたのか我に返ったのかわからないんですけども、B 君はそのまま帰っていったと。まあそしてそこから警察署に行ったっていう話なんですけど、まあ M 子さんから連絡が来るじゃないですか。で何してたのと聞いたところ、ネットカフェで寝てたと言っておりました。はい、これが事件の全貌となります。はい、まあ確かに殴ってきた B 君は明らかに良くないことをしてるんですけど、ただですよ、 B 君側の立場になってほしいんですけど、一緒に2人でバーに行ってたのに、バーから多分トイレ行った瞬間とかに消えたんですかね、消えていなくなって、で電話かけ続けて1時間、まあ詳細な時間は分かんないですけど1時間ぐらい電話かけ続けて、車で探し回って、俺が1時間後に出てきたら、ああマサルやったなみたいな、なんかあれ寝取られたのかなって、っていうかまあその可能性が一番高いよねってまあ普通に思うじゃないですか。だから僕は M 子さんとはただの友達で、あ全くそういう感じはないんですけども、M 子さんは B 君が反社だって知ってて、俺がそういう人と関わりたくないっていう、めちゃくちゃ飲む人選んでる人だっていうのも知ってる中で、反社の人を俺の家に呼んだっていう点は、まあ、とにかくやばいじゃないですか。で犯人が捕まるまでやっぱり怖いし、でまあ僕も M 子さんにね電話するわけですよ。 M 子さんが B 君を俺の家に呼ばなかったら暴力事件なんて起きるはずがなかったし、 M 子さんがたまたま携帯を忘れてたまたまバーからいなくなった、まあこんなことはありえないと、たまたまではないような気が僕はするんですけど、そういう B 君が勘違いして殴るような状況を作ったのも M 子さんですよね。で今回どう考えても M 子さんがかなり先般だから引っ越し費用ぐらい払ってもらえませんかと言ったところ、確かに私は知ってて呼んだし、でも普通に友達だしそういうの関係なくないって思ってた、確かに携帯も忘れたしバーからも離脱したけど、私はあなたに直接殴ってないし何が悪いのかわからないから引っ越し費用は支払いませんよって言われて、3年間の中ですよ、もう5時とかまでね、普通に平気で飲んでて記憶飛ばしてるところも見たことないですし、おっちょこちょいなね性格っていうわけでもなくて、携帯忘れてるところも僕は見たことありませんよ。3年間ね友達でしたけども、あれがねいつの間にかバーから消えてたみたいな話も今までそんなことあったことないんですよ。もうこれは明らかに悪意があるなと判断してるんですけども、まあ現状 M 子さんを裁く法律はありませんし、まあもしかしたら民事訴訟して、引っ越し費用を負担させることが可能かもしれないねぐらいの状況なわけですね。はい、というわけでございます。なんでしょうね、僕が殴り返して反社からお金がきっちり取られるっていう構図を描いてたのか、何がしたかったのかよく分かりませんけども、まあそんな事件がありまして、僕はなんで殴られてるんやろうと思いながら殴られましたという話です。そして呼ばれしてるんでめちゃめちゃ最悪だなという気持ちだったというわけでございます。はい、ということでですね、まあそれが事件の全容となります。でここからまあ僕のね失敗に学んでいこうというコーナーでございます。まあ、YouTuber の方やね有名な方もね見てるかもしれませんのでね、ぜひ役立ててください。一つ目、家に人を呼ばない、これめちゃくちゃ大事ですね。結構信用してる人であっても、もう家バレすると、まあものすごく損が大きいです。はい、家バレするとね、良くないことがねたくさん起きます。今回みたいな反社の人とかを呼ばれる可能性もあるし、まあずっと話してるように民事訴訟ってめちゃくちゃめんどくさいんで、例えばもうお金持ってない人とかの友達とかがいたとして、その友達が自分に対してムカついてきて、スモグリ漁師マサルはこの住所に住んでますとか言ったとして、で自分の住所が公のものになってしまったとして、それで民事訴訟を起こします。でも相手支払う能力ないし、こっちが損するだけと、引っ越さなきゃいけなくなるだけなんで、もう家はねバラさない、うん、
家は言わない。これめちゃめちゃ大事です。ちなみに島の家むちゃくちゃバレてます。島の家はねもうバレてる、諦めてる2つ目、知り合いの知り合いに会わない。これ大事ですね。もう今回もね、友達呼んでいいって言われて会うのは危険です。はい、会わない方がいい。どこどこの会社に勤めている〇〇課の〇〇っていう人なんですけどとか、そういう肩書きだったりとか、〇〇さんっていう、まあ、YouTube をやってる人なんだよとか、肩書きがない人とは会わない方がいいです。会ったとしても名刺なんて簡単に作れますからね、会わない方がいい。脇は固く締めといた方がいいですね。3つ目、若くて何の仕事してるか分かんない、もしくは金の出所が分からないやつとは付き合うのはやめといた方がいい。危ない。M 子さん3年前から友達なんですけど、23歳の頃に出会ってたわけです。 M 子さんも自分の会社やってて、まあ同じぐらいの売り上げ立ててたんですよ。23歳でお店の店舗借りる契約だったりとか、内装費用だったりとか、おかしいなっていうところとかもねちょっとあったんですけども、そのお金はどっから出てきたんだろうっていう、お金の出どころがわからない人とはちょっと危ないかもねということでございます。4つ目、警察にはむちゃくちゃ覚悟してから行った方がいい。まあ、これね、まあ、もしこの動画を何か暴力にあったから参考にしようと思って見てる人だったりとか、もしかしたらいるかもしれないんで一応忠告なんですけども、例えばもう暴力だったりとか、本当にもう二度と思い出したくないような暴行被害を受けた状態で被害者として警察署に行くわけなんですけども、まあ、イメージさ、あ、そうなんだ、めちゃくちゃ大変だったね、辛かったでしょとか、なんか優しく聞いてくれるのかなみたいな感じのイメージあると思うんですけど、刑事課の人はもうピリピリしてるんで、まず怖いですよ。まず怖い。で、今日はどうしたの、なんでそんな怪我にあったの、へえ。何の名前知ってる、顔はどんな感じ、身長は、服装は、こんぐらいのちょっと威圧的な態度なんですよね、刑事の人たちって。うん、まあ職業柄舐められちゃ、ね、ダメな仕事なんで、まあ、それが正しいのかもしれないんですけど、僕はちょっと怖って思いましたね。まあ、僕は今回4時間かける7回ぐらいの事情聴取で済んだんですけど、まあ、とにかくですね、犯人が捕まるか捕まらないか別として、こんなヤバいやつを野に放っておきたくないっていう気持ちはめちゃめちゃわかるんですけど、本当に鼻が折れた時なんて最悪でしたよ。こうやってもう殴られた瞬間に、あ、ぐにゃって折れた瞬間の感覚まだ残ってますからね。まあ、そんな瞬間とかを、まあ、ひたすら聞かれるわけですよ、ずっと。で、まあ別に犯人が捕まったからといって別にお金も一銭ももらえません。だったら示談で済ませる方が楽かもしれない。っていうのをもう知った上で、もうふっもう強い心を持って、もう今から最悪な尋問がスタートするけど、あいつを何としても牢屋にぶち込めたいんだぐらいの気持ちじゃないと本当に精神的にきついんで、覚悟してから行く、もしくは被害届出すところまで出して、相手が示談に持ち込むか示談に持ち込んでくれないから被害届を出すみたいな、最後まで行くってなると結構体力使います。まあ刑事裁判が始まるわけですけども、相手が容疑を否認した場合は自分も出廷する必要があります。つまり犯人にもう一度会うことになります。そんなオンラインでできるやんって思うんですけど、出廷した場合は隣の部屋から声だけ聞こえるようにして話すとかっていうこともできるんですけど、すぐ隣の部屋に犯人がいるっていう状態で話を進めないといけないようですね。5つ目、殴られたら走って逃げましょう。これですね。まあ僕は対話をずっとし続けたんですけど、一旦落ち着きましょうって言って、その M 子さんがいなくなったっていうことは僕もヤバくないとは思ったんで、一緒に探しに行くつもりだったんで、一旦落ち着いて一緒に探しに行きましょうみたいな感じをずっと言ってたんですけど、これはねノーガードで15発顔面殴られるっていうことになったんですけど、まあたまたまね、たまたまっていうか、まあ時間帯的にまあ当たり前か、相手がベロベロの状態だったから今話せるようになってるだけで、そんなベロベロじゃなかったら多分俺は死んでてもおかしくなかったぐらい殴られてる。顔面15発って普通に失明したりとか死んでてもおかしくないレベルだからね。謎に強気に説得するのは一番良くないです。殴られたらマジで走って逃げる。なんだったら革靴とか履かん方がいい。毎日ランニングシューズ履いといた方がいいです。はい、絶対に走って逃げるですね。まあ、皆さんね、たくさんご心配おかけしたと思います。まあ、まだね万全ではないですけども、下を向いてばかりではね何も進みませんし、島の漁業を発展させるという遠いところに旗を掲げ、地球を世界一楽しむという目標を掲げたからにはですね、しっかりと有言実行していけたらなと思っております。正直ね、まあ、8ヶ月前に気絶して背骨が4本折れたりとか、予約回復してきたタイミングでボコボコに顔面殴られたりとか、反社の人と関わるってなんか命狙われる、相手は別に狙ってないかもしれないんですけど、自分自身ねどんだけ不幸が降り注ぐんだろうってびっくりしてるんですけども、
引き続き上向いて頑張っていこうと思います。その第一歩として概要欄の URL のリンクから僕の元気をチャージしていただいてライブ配信を楽しんでいけたらなと思います。まあ今までですね脇が甘かったところもあるなとね自分自身反省もしておりますので、僕まあ今後こういうことに巻き込まれないようにしっかり注意しながらめちゃくちゃ面白い動画を作成していきますので、今後ともどうぞ応援よろしくお願いいたします。それでは。腹減ったな。そういえばやばい、両親にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの食べ応えは。硬さが上気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。